サイ、バックは、コーナンスタイルのロゴサイ、2012年コンサートにて、2013年、サイは、大韓民国のラッパー、ソングライター、音楽プロデューサーである。本名は、パクチェさん、韓国ソウル特別市コーナン区の出身。祖父のパク記憶は、半導体検査機器製造会社の DI を創業し、父のパクオンホは、DI 社の大株主、代表理事である。 地元のバンポ小学校、バンポ中学校、セファ高校で学び、1996年にアメリカのボストン大学に入学し、経営学を専攻。その後バークリー音楽大学に編入して、音楽を学んだと言われているが、卒業したという記録はない。2001年1月、デビューアルバムを発表。同年11月15日大麻問題で警察に、 検挙され活動を自粛する。2003年から2005年までの徴兵機関、ソフトウェア開発会社に勤務し、兵役を逃れた。2007年3月、韓国観光広報大使として、確実な復帰を果たしたが、2007年5月に、兵役に代わる、産業機能要員としての勤務が問題となり、同年12月、兵務庁から入隊通知を受けて、 現役として再入隊する。私生活では2006年に結婚、2007年に双子の娘が誕生。イはデビュー当時から原則として自身で作詞、作曲を手掛けてきたが、2006年頃からは作曲家のユゴニョンと一緒に楽曲を共作することが多くなり、芸能人、ライトナウなどの楽曲が生み出された。 同じくユゴニョンとの共作で作られた2012年7月にリリースしたアルバムサイ6校のタイトル曲コーナンスタイルは欧米諸国を中心に世界的大ヒットを記録しサイは一躍韓国を代表するスターとなった同曲の PV は YouTube で最も閲覧された動画の一つであり 2021年3月の時点で再生回数は40億回を突破した。アメリカのビルボードチャートホット100では最高2位を獲得し、イギリス、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ベルギー、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ホンジュラス、ポルトガル、ニュージーランド、ノルウェー、ルクセンブルクの計14カ国では公式チャートで最高1位を獲得した。 2012年には大韓民国大衆文化芸術賞で最高峰賞である文化勲章を受賞。本人はこれについてあれはもう事故のようなものなので早そ々うそう起こることではありません。あんな事故がしょっちゅう起こっていたら人類は滅びてしまいますと語っている。しかし日本ではコーナンスタイルの世界的ヒットが 各マスコミでも取り上げられたが、セールス的には振るわなかった。2013年4月にコーナンスタイル以来約9ヶ月ぶりとなる楽曲、ジェントルマンのミュージックビデオを YouTube 上に公開し、公式動画の再生回数の増加ペースは1時間で100万アクセス以上となり、わずか1日で2000万アクセス以上に達した。その後、 24時間で3840万件という最多再生回数を記録したことによりギネスに登録された。2013年5月26日にイタリア・ローマのスタディオオリンピコ・ディローマで行われたコッパイタリア決勝戦のエース・ローマ対 SS ラツヨの試合前にはコーナンスタイルとジェントルマンを歌唱した。しかし観客席からは 爆竹やチーム応援歌などを使った妨害が起き、焦った際はボリュームを上げて歌った。そして、サイの顔がビジョンに映し出された時、観客席から盛大なブーイングが起こった。結局サイはブーイングが鳴り止まぬ中ステージを降りた。これは2002フィファワールドカップにおけるイタリア対韓国戦で大韓サッカー協会がバイロンモレの主審を買収したとされる。 八オチ疑惑がきっかけで、イタリアのサッカー業界やファンの間での韓国に、対するイメージ悪化が原因とされている。イメージ悪化の例、日韓ワールドカップの韓国戦をやり直したい、パオロマルディーニー、元代表のサッカー選手。当該試合で、韓国代表 FW のアン・サダツネに後頭部を、蹴られるもノーファウル、日韓 W 杯は、ひどい失望だった。正直なところ、 モレーノという名前を聞くと、もう笑うしかないんだ2016年には、ダイスの神とコラボし、彼をモデルにした、ダディ・サイが登場した。2018年5月、所属していた、事務所、YG エンターテインメントと8年に及ぶ、専属契約を終了。2019年1月、新たに個人で総合エンターテインメント会社、P ネーションを設立した。ABC、チェリー。 クリスタ、サイ・バイオグラフィー・アンド・ヒストリー、オール・ミュージック。2020年12月16日閲覧。サイ、父の会社の株価が、再び上昇。時価総額4000億ウォン突破2012年10月16日。サイ・バウズ・トップレス・ショー・イフ、カンナム・スタイル・ヒッツ・ナンバー1。nydailynews.com。 http://articles.nydailinews.com コロンススララッッシシュュスラッシュ2012-09-25スラッシュニューススラッシュ340866401サイフェームダンス2012年11月7日閲覧。サイ KBS ワールド2012年8月7日閲覧。KBS ワールドハット。 コーナンスタイル作曲家ユゴニョンのグループ、アンタイトルを知っていますかクスタイル、2012年10月2日、コーナンスタイル誕生させたユゴニョン、実はとても不安だった。曲クスタイル、2012年11月29日、再、コーナンスタイルメガボルト、再生回数19億回突破。今年上半期に20億回達成か、クスタイル、2014年2月10日ピー。 コーナンスタイルの大ヒットが私に何をもたらしたか才が語るスターとの共演と一発や、問題ログミー、2015年11月18日、魚拓、ウェブ魚拓、魚拓、ウェブ魚拓、魚拓、ウェブ魚拓、ジェントルマン、24時間の最多再生回数で、ギネス登録韓流はオコリア2013年4月30日、芸能韓国の英雄、 サイが、イタリアで、大ブーイング。サイ、イタリアで、大ブーイング。人種差別に、ファン怒りニュース元い代表をマルディーニし、悪夢の日韓 W 杯を改装。あそこでは、いろんな目にあった。2018年10月14日、ポレマルディーニー、マルディーニー、日韓 W 杯の韓国戦をやり直したいと告白。主審に切れたとも、HTTPS。 www.footbal-zone.net 新日課のイタリアのファンタジスタが残した最大のクイネとはハット、公式、サイ、YG エンタと8年間の専属契約に終止符、美しい別れ。 ワオコリア、https コロンスラッシュスラッシュ w w w、ok、w o w k o r e a j p スラッシュニューススラッシュエンタースラッシュ2018スラッシュ0515スラッシュ 10212702.html2021 年4月29日閲覧歌手、蔡、総合エンターテインメント会社、p ネーションを設立。 ワオコリア、https コロン ww. スラッシュスラッシュ w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  o w k o r e a j p スラッシュニューススラッシュエンタースラッシュ2019スラッシュ0124スラッシュ 10228245.html2021 年4月29日閲覧多少ぽっちゃりしたはじめましての際に3万5千人が熱狂。YG ファミリーコンセールインジャパン最終日、アシアナ航空。 歌手祭祀と広報大使移植協約締結世界に韓国の魅力を伝える才能ウィキコリア。ありがとうございます。